始まりました。この間ドームちゃって3日4日ぐらいもう苦しみました。マジですか？はい、もう初めての子だったと思う。次の日もお会いしないそうなんで、なんか結構ね、使っていいと思ったけど、はい、本当に。どんな感じですかね。違う、まじ、ここまでだったんだよ。
ここまで。すごい。すごい。頑張った。すごい。こっちがね、リングの方ですね。リングで終わったのか。そうですね。そうですね。こっち作って僕どうなんだ。なんかどうにかって第5期よね。キックの初段と。めっちゃ初心者ですよ。なんか向こうあるなら、そこに第1ない。これどうですか、これ。結構日本人多いんですけど。これどうですか、キックの かかと。やばいね。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。この足の前。腰が回らない。この腰しかないの。ハの字っていうか逆の話の大きさだったら、こんなに腰が回らない。ああ、はい。その時に深田が重されたんですか。なんでこのロープって蹴りてもらって、ああ、ロープないよね。だって前に立ったら深田ってどこなんですか。ああ、腰が立ちにしたって。はい。あ、蹴るってないですね。腰が立ちで、はい、腰を回すので、どこにかやるの。
さまい。キューティーさん、ちょっとなんか渋滞してて。そこそこ回しちゃった方がいいじゃん。そうですよね。もったいない。はい。もったいない。回します。なんかこれできると。あ、サムネだけみんな。これあの、これプロの人が教えてもらったやつ。全然全然。でもなんか、こう、誰かに持ってもらって、はい。運動を考えたら。これのよく、あるじゃないですか。これの容量。はい。容量。ゼロはね。次、この、これ。じゃあね、膝、両膝でシュッシュやってください。はい
き反対逆回転逆回転が3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 171 172
しいですか。はい、1、はい、2、はい、3、はい、はい、4、もっと腰落として、はい、5、はい、5、はい、6、はい、1、はい、はい、8、はい、まずは腰落として8、はい、はい、8、はい、5、はい、はい、9、はい、10、はい、1、3倍きついやつ ジムでやらせて7回吐きましたから、ね、もうだって3回ぐらい意識なくなって飛びそうになったもん。本当に画面真っ白になるんだよ、目が。今なってる、俺なってます、はい、これ縄跳び最初は本当だって10分追加の縄跳び、でも一番大切ですよ。縄跳び10分して本当はさっきのやつやって、で本当は四股じゃなくて膝を10分回るっていう、膝あのこの膝のやつ、それ10分ないですね、10分は偉い。
がいないと何をしたらいいのかわからない。練習メニューですか。そう。今行って対人シャドウやりましょうか。対人シャドウ。ああ。対人シャドウやりましょう。はいはい、離れて対人シャドウ。あれ？みんな。なんかテロップに書いてくれて、はい、タッチとか書いてます。え？テロップに誰ごろにかわからんって言ったら。ああ、OK です。ヤンポス。シャドウ。限界を超えた。おようさん、トイレやって履きに行ったっすね。早いやろ。じゃあパンツの着方の前にこんなのずっとやらされるもん、本当に。また今日もな、アトリカと思って、本当にいつも憂鬱になるの。総合やといいんですけど、
そうすると正面も、このここパン当ててるよりも筋肉が動きます。これだけが感じた。外と。そう、まあそうやとあんま足上げなくていいな。このじゃあ技を変わる。例えばこう、ゴールじゃん。この普通の足上げるパンですけど、フォークルじゃないですか。総合やとこの時に食らっちゃうんで、なるべくもう来ても総合の時はこれですね。あ、ワイヤーで。あ、人変えるっていう。はい、人変えるやつ。ちょっとグルって一回あります。はい。じゃあ3分で行きましょうか。じゃあ僕、じゃあ誰が固定にしてもらいます。そう。じゃあもうバッシュ。なんでも何でもあって。みんなでやるもんじゃねえ。足のネイルばっかり言ってたんだ。ひどいんともしてない。はい。ひどいんともしてない。あ、してない。
ジムおらんもんで、多分ミット持ちぎこちなくなるかもしれない。ミットが、誰行きましょうか。俺とトッちゃんが持つんで、これパンチミットだと俺持てるよ。一応、下の人に今聞いてるんですよ、パンチミットがあるかどうか。
じゃあ、あの打撃メイン、腰を回してみる。で、足をこのまま折ると、結局腰がここまで。これをハの字に折り返して、使う先立ちしたら危ない。え、でも、そのまま誰が次、誰が誰がアメリカ人さん、キツオさんとパンチ。腰を、だって最初キックなくていいんですけど、だから、こういうふうに後ろから、そう、これぐらい。バトさん、じゃあ、いきますか。大丈夫ですか。すると、ちょっと一回置きますか。グローブ、あ、グローブ、あの、そこに、まあ、何でも使ってください。今回はこれでバランスが崩れる。そのえ、でもつま先立ちすると、力が入るとこういうのが入る。あ、いいっすよ、はい。その力で体を支えて、セットで、ミドルも、ハイも全部一緒で、結局、この回して、ハイに左手じゃあ、これローテーションで、あの、聞いてくださいね。ローテーションでずっとバンバン回していくんで、はい、だからもう、1分のインターバル入ったらもうすぐグローブつけて、もうダラダラグローブアップつけて、グローブつけてみましょう。つけます。グローブ、いや、まあ、フックのときにちょっと一回休憩した呼吸を置いて、回せますか。え、フックのとき、足回せません。回せますか。回せますか。回せますか。まあ、この、あれじゃないですか、ここ入るときに、こっちに回すんですよ。結局、こう折った時に、これは腕側の力じゃないですか。で、これをこっちに回したら、こう回るじゃないですか。こっちって言ったら、ここだろ。おー、反則があって、右で投げる。で、こうだ。このミットはだいぶ体が温まって軽く、みたいにマススパー、マススパーなんで、はい、マススパーはしっかり腰を。で、トッチャーとかもし充実あるやつ、あの、ヒョウキンさんと一緒にちょっとラップリングとかやってくれたら嬉しい。強度ですよ。右膝が良くないから、私が。グローブでも、あ、グローブだろう、今。みんなグローブだけつけてね、すぐ、もうパパンって最後はやっぱキックまで入れて終わりたいと思うんで、ワンツーでも、最後はフリーで終わります。最後ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。もうそうなの。よし、よし、すごく、すごく、さて、何分だっけ。まあでも、ほら、言って、いきなりできる人はなかなか、意識して、はい、だから、これ、足ばっかりすると、もう手がやっぱり、この状態になっちゃうんで、ヒットをやって終わってたら、もう、強く蹴ろうじゃなくて、形を、フローにして、ゆっくり。で、自分の足回っとるかな、はい、手振っとるかなっていうのをイメージして、はい、よいしょ、こういう拳を取るんですね。はい、3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 、
いいですね。
の先生、間に合わない。ああ、いいっすね、本当に。見てもらっていいですか、ね、見てもらっていいですか、ね、見てもらっていいですか、ね、大丈夫です、大丈夫です、いけるっす。はい、社長。はい、先生。腹筋さん頑張って。腹筋じゃねえ、腹筋じゃねえ。人間の
右側が基本的に言うプロに言うなんでこう、なんで、なんか普通のプロがやってきてプライドのゴーの、ゴーの見たゴーの見た顔がゴーの見たこのまま話してくれてでこれをストレートとかに合わせるはい、来た時にかばいし、僕みたいにすごい、もう冗談じゃねえ足のここを蹴り抜いたらこっちも見せてみるから。
もうその時にその大きい疲れ倒すのがこうじゃないですか。ここから結構つるでそのまま逆足でいく。これめっちゃ柔らかくて相手のお借りします。あ、使ってください。
よし、いやいや、全部ない、全部ない。30秒で、あともう苦しくても30秒、30秒。はい、ナイス。はい、ナイス。いけた、いいぞ。はい、アーシャーナイス。はい、いいよ。
ヒゲさん動かして顔打って、ヒゲさん顔打って、顔打って、顔打ってキックもらったらキック当てれる距離で。はい、どうぞどうぞ、はい、いいよ。あ、10秒、ラスト10秒いいよ。はい、いいね、いいね、いいよ。ちゃんと見る。はい、はい、ナイス。はい、終了。はい、すいません。ちゃんと誰がいます。じゃあ次は、あの、残り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 これと、アメさんとアドさん行きましょうか。一回マススパーで、アメさんとアドさん、マスでしょ、マスマスマス、マス、ちゃんとあの、ホッちゃんが見てくれてるんで、8みたいに追い込まれたときがあって、あえて押したればいいか、あれがそうだ、あれがそう、これ買ってます、覚えたな。アドさん、覚えたな。あの、レガス、アメさんに渡して、これ一緒のやつやん。俺のタダイ、俺のタダイやん。タッチアップ何なの。あ、電気つかないっすか。これタダイキさ、このやつがここだけどなんか嫌なの。ここまで殴られたってるとこがあったとか、ここまで行ったらこれぐらいまでガードしたら、バーッと押したらいいんですよ。ただ距離取れるんですよ。押したってもいいです、もうクリンチを使ったってもいいです。あと、キック目どうかさ、この緑です、目どうかと。このマスカンだって上げたればこけるんで、相手なんてそれでいいんですよ、はい、でキックもらうときに学びありがとうございますよ。ドンキックでございます。なんでこのこのまま自分から向かうと力がないってなるので、ね、食わんかったの投げたらこけるので、練習の時間がないな。俺ちょっと打っちゃうか、腹に打ってるから、あとレッドブル。えっ、じゃあ前で次俺でやろうか。次、うん、今違う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 。俺マーキーズ持ってきてないんだ、パワー割れるかもしれない。結構右パン強い。いや、だから結構あのプレッシャーってなるから。うん、あ、大事なあれ、アーティストだろ。そうだよ、誰やったな。もう難しいやん。もうあったワドさん対今からアメリカ人さんが、はい、よくね、マススパーやりますんで、ワードさんもやってくれますから。これは、俺ほんと俺が映るだけで花火が上がるってこと。ワードさん、コメント欄もう一度マスクが絶対入ってもらわなかった。あ、俺入った時なくなっててください。ナイスボディー。
ンスでもいいですよ、プリンスでもいいですよ、プリンスでもいいですよ。あ、もう行かない、行かない、もういい。プリンチですよ。そんなプリンチ習ってない。プリンチやる。はい、行くで。はい、じゃあ、おじゃあ何してるの。プリンチ練習する。あ、やってないって言ってたから。はい、手出しに行きましょう。手出し、偉い時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 、今手出しましょう。どうぞ、お金かかんぞ。はい、おい、あ、ほんとごめん、ほんとごめん、何歳いただいたんですよ。おしゃべりないです。ごめん、ごめん、ほんとごめん。はい、ナイス、いいぞ。はい、ナイス、はい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 、よーし、はい、やっぱり30、やっぱり30、やっぱり30、いいぞ、強めでいいぞ、30、強めでいいぞ、ラスト20、強めでいいぞ。試合じゃないですか。全部関係ないラスト5秒、ケガしましょう。3秒って聞いてんだけど。おいよ、おいよ、ナイスボディ。なんかすげーわかってないですね。いいですね。ハードキープしてた。膝も張ってた。じゃあ、わー、俺本当に行きましょうか、ワイヤで。めちゃハードになった。あ、やばくないですか。膝いいっすよ、膝いいっすよ、膝いいっすよ、エースですよ。膝、いいよいいよ、これ出さないと。マンパンジューの番組だ。腹の膝で、やっぱマメジュー、ほんとごめん、もうそれじゃない。でもよかった、アメさんとこれが、ワンドさんの次、僕とワイヤで。どれぐらいしたらいいの。膝も、卑猥な方の膝でいきますよ。この相手の方で。ガーサーでさ、こっちの方で増えるより、ここまでがちょっと、ラスクさんの方になるのか、どれぐらい耐えれるかな。あ、それはいいです。でもしスパーリング見てる方もそのボーッと喋るだけで見るのも勉強になるんで、もしよかったらあの前の方にしてもらったら、これで立ち位置が熱くなったらおもろいな。で、俺がめっちゃ向きになってこの格闘技終わってた。このパンツででもあれですね、マスの時よりもスパーの方が強なるタイプですよね。うん、ね、スパーどれぐらい気持ちがやりますか。どれぐらいの強さ。タチウコは本気でいいよ。本気で。ああ、右フックで食らってきた。カウンターは変わらないので。でもそれ、まあ、それグローブ、グローブがないです。グローブ借りていいですか。はい、あ、これ使う。あ、いいよ。水。うあ、俺ナスピースしねえ。ナスピース、神様が取られるのはナスピースなんて。でも、ダメだな。もうちょっと守りとかもこうしたい。オッケー。でも、僕はもうこれ、20秒ちょっと重いんで、うん、はい、ゆっくり、はい、はい、あ、いいね。赤い上手だったの、結構どうだったの。パンチだけで終わらん。よっしゃ。ジムの人がもうずっとやって食べてるから、うん、どれぐらいなのか食らってみたいと思いますが。あ、お前に行ってください。行ってください。
ダウン、足、足ダウン、ダウン、足、足、足、弱いっすね、意外に。上げてみましょう。またクラブ。はい。一番強いのは、マッチョ。
お願いします。何ですか。苦しいな今の。じゃあももちゃんと、ももちゃんはいいです。あじゃあきょうちゃんとあやで行こうか。大丈夫大丈夫。戦うパパやな。これは普通サウスポーの参考経験ですよね。
京都さんのチーム17だから京都さんのチーム17だから僕も待ちますおげんにゃーいは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 いラストラストはいいやめてー痛いよー痛いじゃん
花火屋花火屋ダンキューめっちゃ楽しそうめっちゃ楽しそうだめちゃめちゃうまいっしょやめてアメージやめてアメージアメージアメージ痛いよアメージうめぇやべよっちゃんラスト16分ちょっとめちゃめちゃうめぇ3週間待ってやるのか。何キロ級か。65.8。
なんかやる？グラップリングやる？グラップリングこれ、これは誰？これはこれは、ね、パツだよ、うん、しかないパツかワロウさんしかないパツかワロあのボディー、はい、一緒に言われんねやろな、松井君に一生言われんねやろ俺多分一生言わ一生言われんねやろな、うんおお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 おあぶねえこっちを浮かびたいこっちを浮かびたいあれ片付けた片手もあの後ろに収納してやって青木みたいに後ろに収納してやってこれはもう置かなあ、置かないあ、ここはダメだ力でどんなあれおーさあれなんか手が使うおもうちょっとももちゃんと一緒にシャワー入ってくるお前ですよさあボディで久しぶりだったマジでマジでめっちゃ食らったで俺あのボディはやってたい場所教えてもらったからチームでこっちによかった今こっちにあ、出なんかできてるのあこの花とか俺攻め方のバリエーションが大きすぎるけどどう攻めたらいいかわからんけどとりあえずもらわんようにだけど今日は目標にやっとったらそうあんなにマジで取られると思わないけどでも今日総合だったステップが総合っすよねあ僕はなんかパズリコの同じゲームだから総合っすか総合っすあやっぱりなんか普通立ち技っても足取るじゃないですかステップの時いや俺ステップ今使わないなあ、アメリカ人のアメリカ人のコードを入れとったんであ、総合の人なんかな蹴りがあったらもっとパンチ出さずにいろいろ訂正できんねんけどパンチこれはどうこれ俺のあれですよ、歯がスイカロインプラントインプラントインプラントがね、歯がねえけどここしかないっていう口めっちゃ消えてるっすよえ口めっちゃ消えてるこれ赤じゃない切れてるそうじゃんいやいや歯槽の俺これあ、そうだ顔もらってないのここジャブ2発でここしっかりんで、こっちに倒せてそうじゃないそうそうじゃあ丸まっちゃっていいんだよ思想思想道路が出過ぎる足のロックしっかりしていい和道さん、つけられる本当ね素晴らしいコメントなんかコメントなんか難しいですね本当に難しい時間がちょっとあれやったんで、今日僕はすみませんが、着地場でやられてるのかな、すみません。ここで、はい。イアン・スクさん、前回参加してくれるんで。あ、イアン・スクさん、前回参加してくれるんで。しっかり。そして、なんかちょっと、消化不良やな。あ、全然、全然。時間がね、両方やばい。両方。いくら飲んだら、すみません。あ、全然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 。8杯ぐらい飲んでるのに逆で取る今こっちでこっちで取ってくださいこっちであメガホンメガホンあ、違う間違えたいいよいいっすねもう何言ってあ、さあ、こここっちこっちこっち倒れ邪魔じゃんてけよわずか全然ローケラーの人ロー綺麗バンソリってやつあ、いや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 だって俺は後ろだからじゃ見てください待ってあの、アメさんが僕の足を手伝うと先生方が超見てるこうやって立つ足を通するこれは俺わかる選手生命を選手生命を勝とうとしてるこっちで、こっちこれ多分僕と思って俺足やってないと思って僕の足と思ってやってるんです絶対ちょっと違うねちょっと膝を押さえますあ、そうだ、だからこれが足、本当足
足の奥がね足の奥がないとこんだけでもないので、こっちでこっちに流れ、はい、流れてる時はこっちこっち倒れながらね、いいね、いや、すごい、いっててててよし、いていていて、いや、おー、いいっすね、ワードさん、いやいやいや、あ、テル、テルに負けたから、わからん、それがでも、あれが片足でテルなんか、猫背でこうで、飛んでくるスピード、遠くて、一番か、テル、飛んでかないですよね、片足でで、蹴り重いし、はい、ウルトラマンさん、ももちゃんって書かれて、ももたろうじゃないです、女のはももちゃんです。あー、いってるなるほど、なるほど、まず、アキレス腱を決めるってね、テイクトロさんが大変速いです。すごいシンプルだけど、まずヒールとダブが当たったと思ったら、左にここ入ってた。あれみたいな2連打で出ました、そういう、やっぱり、この前、その前のこのフィロートさんじゃないですか、はい、いや、イアンスオープさんじゃない、左を3回転を入れると強いですかね、これでもうまかったね、やるわ、やるわ、これ俺は警察的なこれ警察的ななんか下から向こうもあった、いや、俺でも今下になろうと思ったんだよ、いいとも上立ってたからちょっと下やろうかな、でもちゃんと分かってるからね、足ちゃんと超えてくるじゃん、何がボヨンってなってるから、バニーがボヨンってなってるから、ハイさん、分かってるの、ボクシングだけだと難しいな、前より蹴り行くよし、パンチしかない、ちょっと見た、蹴りしたら分かる、もらうよ、蹴り伝えたよ、いや、あのね、見るのと見ないの全然違う、俺見ても全然強くない、ハルクだ、これいやいやいや、いいよいいよ、いいよ、これ本気でいけないよ、こうやっていったら、潰して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 、どっちは片足で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 倒して、タックルとかもあれっすか、全然粘土とかしちゃうの、できないマジ、でもタックルはその前したら、いや、あれで伸ばして、タックル首上げてた方が、これの最強のボスだったらこれ、これ押し込むやんか、押し込んでひたすら片手で足を今あれ、それで俺一回足の下の方に骨を持ったから、違うよ、踏み踏んでここ踏んだ、踏んで嫌がるから、手打ちの足作れるから、組んだらひたすら足、それはある、仕方でもある、初めてのレースにタックルや足の前にずっとこれでいいからさ、30分ぐらいやったこの姿勢なのさ、レスリング低いですもんね、でもレスリングめっちゃ強いと思うんですよ、強いと思うんですよ、強いと思うんですよ、読めるコメントな、これ僕らそうですね、読めるコメントないです、普段こういうコメントないです、力入れてもらったら、はい、ジェイチャンピング、あ、ひっくり返ります、この人がセルタンピング、力を使うんですね、ひっくり返ります、どういうシュプランだね、切って、ちょっといいね、こすかね、ジェイチャンピング花火ありがとう、ドンキリでございます、生で聞かれた、あ、リーダー、前に聞かされた、すごい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 、ありがとうございます。GJ ってどういう意味ですか、悪口ですか、グッチョ、あ、グッチョ、グッチョ、いえ、なんでやろ、走った、でも16オンスで殴られ続けると結構食らうっすね、僕そんな食らわないです、マジで、ボディは食らう気持ちで、ありがとう、あ、これを立てんかの前でめっちゃボディなこと一回もスタースポーツマジやりにくいスタースポーツですね、スタースポーツワンブルがそうなと思ってマッチマッチやと思って、俺と一緒ブッチはやるブッチ、俺とっちゃん K チャンピオンのチャンプなんだよ、あんた25 25多分4つ上上上前配信会は関係ないから、アンコには負けないからいい、
組織言うんだよ。前ら本名バレないねんか、バカだよ。インターネット怖いですよ。リングで繋がってね、インターネット怖いですよ。ハットリ組織ってバカじゃないの。意外にちっちゃいんですね。パソコン。パソコンこれあのレッツオートですね。一番軽いやつです。外配信最強ですね。みんな持ってるやつですか。あーとこれよりでかいやつが定番ですね。はい。苦しいからで。家で配信してるのはこれ。あ、これなんですか。はい。もっとでかい本当デスクトップじゃなくて。すごいです。今これ一発で全部やったかった。多分でも横毛多いですけど、ね、多分打たれはいい。そうですね。だから絶対顎締めてもう、はい、グッてやったほうがいいです。もう一発目からバックスピンみたいな。苦しくなったらもう、あんなくなったらもう、こういったら膝もなるんで、もう、はい、押す感じで肩でこう。もうえ、その練習してないんですか。ジャブに合わせるタックルとか。タックルですか。あ、キックルール。キックルール。はい、だから、もう、こうやってやったら膝、こう食らうから。では YouTube をご覧の皆さんすいません、チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。